この弁護士さんが暴言吐いたという件に関しては、どのように対応するおつもりなのかっていうのをお聞きしたいんですけど。この件につきましては、弁護士の方に委託しておりますので。違う、だから、それに対してあなた方は、顧問契約してるんですよね。顧問契約されてるんですよね。宇都宮中央法律事務所の澤田裕二弁護士と。あ、だんまりですか。だんまりですか。でもそういうことも含めまして申し訳ございません。お答えできませんので。お答えできないって言ってないんですよ。前任者は。で、本社にもかけてるんで、本社はこちらで対応するって言ってるんです。聞いてません。いやですから、すみません。違う、だから聞いてませんかって聞いて。こちらで対応するという。だからそちらで紹介した弁護士が暴言吐いたんでしょ。それに対して、紹介した損保ジャパンの顧問弁護士さんですから、それに関しては問題がないとお考えなのか、それをお伺いしたいんですけど。私の方ですみません、回答を控えさせていただきます。ちょっとだってあなた方が紹介したんじゃん。申し訳ございません、回答を控えさせていただきます。だからそれ、じゃあここ対応しないってこと。いやですから私の方で対応しないってこと。こちらが、はい、窓口はこちらで、こちらは対応しないってこと。謝罪もしてないよね。書面だけ送ってきただけだよね。書面、送ってきた書面知ってます？確認してます？第三者への公開はおやめくださいみたいな送ってきましたよね。本件につきましては裁判をやっている。だから裁判は裁判じゃん。裁判は裁判だろ。裁判は裁判、はい、あなた方紹介した、あ、どことの輩みたいな、あ、代理人のことを紹介したわけだよね。普段からさせてるの、損保ジャパンさんは。弁護士紹介して介護被害者家族に頭の悪そうな人ですねって脅かすの、どうなんですか。おっしゃるとおり、上場企業さんなんだからコンプライアンス的にどうなんですか。どうなんですか。どうなんですか。回答控えさせていただきます。どうなんですか。問題ないと思ってんだ。問題ないと思ってんの。あの介護事業大手でもあるんだからさ、きちんと答えましょうよ。申し訳ございません、回答控えさせていただきます。ね、それしか言えないのね。申し訳ございません、こちらで対応するって言われたんだけど、本社でこちらで対応するって言ったんですよ。だからあなた方が紹介した弁護士が暴言吐いたのは分かってるでしょ。それは確認してるよね。確認してるよね。すいません、回答控えさせていただきます。何それ、何それ。これがじゃあ損保ホールディングさん、損保ジャパン日本コアさんの対応ってこと。長倉さんということなの、特命課長さんね。それが介護被害者家族への対応なの。介護事業大手として答えてくださいよ。申し訳ございません、根拠につきましては回答控えさせて。だからそういう対応させてるのかって聞いてんの。顧問弁護士使って、すいません、回答控えさせて。マニュアルなの、そちらのマニュアルなの。すいません、回答控えさせていただきます。それしか答えらんねえのかよ。もうちょっとマシな担当者出てこいよ。じゃあ私が担当させて。対応できてねえじゃん、答えらんねえだろなあ。答えらんねえんだろ、はい、じゃあ答えられる人間出してください。答えられる人間出してください。長倉さん、私が窓口でございます。長倉さん、本件につきましては弁護士に任しておりますので。じゃあその委任してる弁護士はどういう弁護士なの。頭の悪そうな人ですねって言っちゃう弁護士を委任してんだ。高齢障害者を施設から追い出すような弁護士を委任してんだ。介護事業大手さんですよね。どうなんですか。
どうなんですか。介護事業大手でもあるんですから答えてください。させていただきます。な、事故を起こして、ガタガタ言うようだったら施設から追い出せばいいという介護事業大手さんなんだ。どことの輩の代理人に連れてきて脅して、そうでしょ。その件につきましては訴訟していることですから。だから訴訟は訴訟、それマニュアルなの分かってっからさ、おたくらのさ、係争中係争中で債務存在確認訴訟まで起こして、で取り下げだけどね、一部ね、ね、それマニュアルだもんね、損保のね。ちゃんと答えようよ。あなた方が紹介したんでしょ、それは言ってんじゃん、自分で、自分たちで。問題が起きて応訴する場合はあなた方が判断するんだよね。今回施設から追い出すのも全部知ってたよね。答えろよ。答えられないんだ。すいません、本件につきましてはこちらで対応するっつったから来たんだ。訴訟中のことでございます。訴訟は訴訟、あなた方がやったことはやったことでちゃんと回答しなくちゃおかしいじゃないですか。だって雇ってないじゃん、そういう輩の代理人を雇ってるってことなんだね。普段からやらせてんの、そういうに。すいません、訴訟中のことですから。じゃあ、あなたは普通ね、いきなり電話かかってきて頭の悪そうな人ですねって言われて頭に来ない？母親障害者にされて、介護事業大手でもあるんですから答えてください。答えてくださいよ。すいません、回答できません。回答できないと言ったんで、こちらで対応するって言ってんだよ。本社は、本社はこちらで対応するって言ったの。じゃあ宇都宮中央理事全部かけりゃいいじゃん。今来てますけどって、来られるなら来てみろって言うんですよ。相談にかけりゃいいじゃん。相談に言わせれば、もう一回ここで私に対して頭の悪そうな人ですねって。それで何、損保ジャパン笑わせんなよ。ねえ、安田火災の頃から異名を誇る損保ジャパン日本コアさんだもんね。ねえ、散々そういうことやってきたんだ、脅かして泣き寝入りさせてきたんだ。それに利用したんだよね、顧問弁護士を紹介して。あれ答えられないのかな、答えられない。すいません、本件につきましては係争中のことですから。じゃあ、裁判終われば答えられるの。係争中のことですから。裁判終われば答えられるのか。おい、裁判終われば答えられるのか。じゃあ係争中のことですから。違う、だから裁判終わったら答えられるのかって聞いてんの。申し訳ございません、回答控えさせていただきます。なんでそれ答えられないの。ダメだよ、じゃあ特命課長、上の人出して。私が窓口です。上の人間出して。あなた答えられないじゃしょうがないじゃん、そんな人いらない、時間の無駄、時間の無駄だからさ、答えられないんでしょ。自分で紹介しといて、そういう輩を紹介しといて対応、答えられないでね、やったことに対してね。損保ジャパン日本興産では頭の悪そうな人ですねって脅かすんだ。答えてくださいよ。ねえ、長倉さん、答えてくださいよ。ねえ、こんなビルで儲かってんでしょうから、そりゃ不払いしてりゃ儲かるよね。ねえ、係争中のことですから。だから裁判じゃあ終わったら答えられるんだよ、係争中のこと。だからそれ逃げのことはマニュアル分かってんだよ、対応がな。答えて、答えられない。係争中のことですから回答。じゃあだから裁判終わったら答えられるのかい。
現在係争中のことですから、だから裁判終わったら答えられるのか、そこも含めまして裁判終わったら答えられるのか、その点も含めまして、これから控訴するかしないか、これで判断するんだよ。今日の判決聞いたよな。私どもはまだ確認しておりません。あ、してねえんだ。あら遅いね。さっさともらった方がいいよ。だからだって支払うのはあなた方でしょね。賠償金の後遺障害のあれは金額出たの聞いてないの？全然聞いてないの？聞いてないのかって聞いてんの。支払ってもらうのは こっちに来ればいいの？聞いてんで、支払いのことだ。それ答えなかったらしょうがないじゃん。仕事でしょ、仕事でしょ。すみません、代理人が立ってることですから。違う違う違う、だから払うのここじゃん。ですから代理人が立ってることですから。代理人が立ってること、じゃあね、代理人が全部やるってこと？じゃあ代理人が支払うのね。それ教えてくれないと分かんないじゃん。控訴するならしてくれていいんだけど、今金額が出てるから、賠償金の金額が、だから聞いてんの。何にも答えらんねえじゃんねえ。特命課長さん、特命課長だよね。じゃああなた以外の人に聞いた方がいいの？答えらんねんか。私どもの方で、すいません、この件私が担当させておりますが、訴訟の件につきましては弁護士の方が立っておりますので。だから弁護士が立ってる場合は、じゃあ判決が決まったら弁護士から連絡が来るのか。手続き教えないとしょうがないじゃん。判決が決まっている弁護士から連絡が来ると言いますと、どういうことでしょうか。仕事だから、支払いに関しての手続きはどうするの？全部弁護士が対応するの？判決がまだ確定しておりませんので、こちらの方からコメントすることはできません。じゃあ判決が決まったら教えてくれるってことね。ってことなのかよ。判決が確定しましたら、また改めて代理人の方からご連絡をする形になるかと思いますが、現段階ではあんまり今の段階でかいタイトル取ってんだよ。おい、ここまでやらかしといてよなあ。じゃあその時あなたが対応するの？あなたが対応するのかっつってんの。あなたが担当者だよね。私が担当者。じゃああなたが対応するってことでいいよね、これからも。私が窓口になります。じゃあその時はきちんと答えて、また来るから、その時までにその発言した問題についてどのように考えているのか、会社としての回答をください。申し訳ございません、そこにつきましては私の方では聞くことはできません。違う、だから上に測れって言ってんの。そういう発言を弁護士がしたんだから、顧問弁護士が。なに、コンプライアンスないの、おたくらね。すごいね、損保ジャパンさんは。はあ、ブランドスローガン、はあ。まあ今日はこんなところであれしますけど、また来ますんで、その時に回答お願いしますね。もしかするともう移動しちゃったかなと思って来たんで、担当者さん。でも今分かったんで、お名前が。だから次回来るときは、その問題発言したことに関しても、会社としてどのように考えているのか、回答ください。すみません、お約束いたしかねます。だから、しておいてくださいね。お約束いたします。じゃあ、ここ、澤田呼ぶ？同席させる？もう発言したこと認めてるよね。そうやった方がいいのかな？いや、私が宇都宮町オリジナルティも逃げちゃってるんで、新田裕子も担当者だった新田裕子だからこっち来てんの。都合悪いと弁護士逃げろって教育してんのかな。
ね、はい、これが損保ジャパン日本コアさんの対応です。特命課長さん、じゃあそういうことでまた来ますからお願いします。お願いしますね。お願いしますね。それだけの対応したんだから分かってんだろうな。なあ、分かってるよね。それだけの対応したってことは分かってるよね。おたくらの顧問弁護士がそれは理解してるよね。理解してないのかな。はい、以上です。